では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 、こんにちは、やっほー、デザスターさん、みのりんさん、こうぞうさん、まめたろー、みやひろさん、きゃまさん、すずきさん、うまるちゃん、わいこらんぽ、もっちゃん、みんなこんにちは。お仕事中、みんな休憩中、何中、今リリン、やっほー、リンゴムキムキしてる、リンゴムキムキ。さあ今からユイモは何を作るでしょう。もう見えてるけどね。お、お昼ご飯中今。リリリリン、何食べてんの、何食べてるの、みんなお昼ご飯はもう何食べた、何食べる。ザクザクザク、今リンゴ切ってる。ででん、小松菜、イエーイ、小松菜小松菜、おひげが生えたにひひひひひひおひげが生えたよ。小松菜を切ります。ザク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 、こんくらいの、こんくらい、小松菜を切ります。ザクででん、おひげ小松菜つな。ゆいね、お昼ご飯配信をするって朝言っとったけどね、全然お腹が空いてなくてね、ちょっとスムージー作りに変更しました。じゃかじゃーん、入れる材料はこちら、見える、見えとる、入れる材料これ。リンゴ、バナナ、あー、お手だ。小松菜、ぽい。入れるよ中に。ジョジョン。ザバザバザバ。ザバザバザバ。ザバザバザバ。バナナ投入。ドゥディンドゥディンドゥディン。これは2分の1バナナ。リンゴも2分の1。ブブン。小松菜はね、1つの束プラス半分の2分の1の束。どういうこと？要は3本。3本っすね。豆乳は入れません。もう水が入ってます。水が。もうちょっと足そう。あのね、なんかで見たけど、こういうやつって牛乳とか豆乳で割るより水で割った方がね、健康にいいんだって書いてあったよ。いや、スイッチオッケー。ではでは蓋をして、いざ行くぞーい。うるさくなるよみんな、イヤホンの人ちょっと音量下げてね、うるさくなるよ。うるさくなるな。あのね、氷がね中に入ってるから、氷がねなくなる。なんかカタカタ言っとるよね。なくなったら氷。オッケー、できた。うー、お、匂いがリンゴ。さて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 、氷なくなったかな、多分なくなった。ドゥブ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 、じゃじゃん、
スムージー屋さんです。スムージーはいかがですか。スムージーはいかがですか。すごい色、すごい色のスムージーが完成。いざ実食いたしまして、まだ飲んでないででん、うん、めっちゃ美味しい。あ、これ美味しいよみんな。これね、色はちょっとやばいけどめっちゃ美味しい。材料を 言っとく。ちょっとこれ美味しいよ。ね、リンゴ、はい、リンゴとちょっと今ないけど小松菜と、バナナ。リンゴと小松菜とバナナ。色はやばいけど味は美味しい。甘いよ、バナナが入っとるから甘い。でリンゴの味が結構あって、小松菜の味ほぼほぼないから、小松菜は色だけ。美味しいよ、超美味しい。よかったらみんなもしてみてね。ゆいのお料理配信終わりゆいのお料理配信終わりよ。美味しい。ゆいのお昼のお料理配信終了ね、これでもう終わったよ終わっちゃった。どこで配信？ゆいの部屋で配信してるよ、これ。背景かわいいやろ？ちょっと隠れとるけど、背景いいだろ？おいしいよ、これは。大成功！お料理よ、これお料理。お昼のお料理配信終了。うん！うん、リンゴの皮入ってる、ほら赤くなってるやろ。リンゴの皮も入ってるよ。お疲れ、ありがとう。疲れたわ、野菜もう、リンゴも切るの疲れたわお料理配信終了です。じゃあそろそろ終わろうかなそれはやばい。ダダン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 。もともとの料理、もともと料理配信する予定やったけど、お腹が空いてないことに気づいて、ちょっとスムージーもお料理やでいいかなと思って。待って、もうちょっと飲ませて。美味しいこれ。何人前ぐらいあるやろ。でも普通の大きいコップに入れたら一杯半ぐらい。ちっこいコップで飲んでるから、これは美味しいや。みんな、小松菜とリンゴとバナナです、です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 。待って、僕たちのは、はーい、リンゴ、健康的ですね。美味しいですよ、これは。3分クッキングですね。あ、割ってるのは水。水で割ってるよ。一杯いくら？一杯50円ですね。おいしいさ、めっちゃおいしい。これは大成功。お湯入れて3分確かに水と氷をね、ちょっと入れた。水と氷とリンゴと小松菜とバナナです。みんなも作ってみてね。めっちゃ美味しいよ。色はやばいけど超美味しい。バナナの味が結構甘くて、で小松菜は多分、小松菜色だけ、小松菜の味ない、本当に。あとはリンゴの味がある。美味しいよこれは。この間ね、
ここにキャベツを入れたんよ。そしたらちょっとあかんかった。ちょっとあかんかった。小松菜ジュース。小松菜だよ。キャベツは入れちゃダメ。キャベツ入れるとキャベツの味しかしやんからダメ。小松菜入れない、いや小松菜は入れやんと、小松菜は入れやなあかんよ。特製こんにちは。全然苦くないよ。白菜は論外じゃろ。うわ、ちょっとちょっとメロンパンさん静かにしましょう。キャベツはちょっとあかんかったな。キャベツの味しか本当になかった。キャベツはちょっとダメだな。意外とね、人参もいいらしいよ。パプリカとか。おいしいよ。ふふふふふ。リオさん、お誕生日ってハッピーバースデーとはな。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディアリオさん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでりんごおめでとう、乾杯。イエーイ。ハッピーバースデー。さつまいもスムージーはやばいな、絶対。一回茹でやなあかんで。おいしいさ。リンゴの種類によっても味違うかな。青リンゴやったらどうやろ。これどんだけでも飲めるんやけど、ゆい。うん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 。お祝い嬉しい、ありがとう。バナナと一緒にミニオン、ミニオン、バー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 ナー。これ見た目、見た目はちょっとね、すっごい色やけど、超絶おいしい。ハッピーバースデーが少し雑なよりも、そうそうかな。スイートポテトぶち入れたらダメじゃろ。でもキュウリも意外とあっさりしとるからいいかもね。リンゴーに本日ケーキの、あ、ケーキじゃ。リオさんケーキ食べるの。ケーキケーキ、ジョン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 、ドド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 。これはスムージーを飲んでおります。あと最後、あと一杯で終わりよ。あと一杯。グニ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 、ひょひょ、リンゴバーン。飲みきれるよ、これはめっちゃ美味しい。うんうんうん。じゃあ分離しとった、水と、水で割っとるから、水と分離しとったからちょっと混ぜてみた。うん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 。お昼食べてらっしゃい、食べてらっしゃいしゃい。いや、これはね、誰でも絶対飲めるよ。だって味ほぼリンゴやもん。リンゴジュースやで。リンゴジュース。何食べる、何食べるの。てでー、最近視力が悪すぎてさ、全然読めやん。ケーキ食べるーで、玉ねぎはやばくない。画面がバクったバクったバクった。あ、出てきた。そう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 。リンゴ嫌いの人には無理やな、無理やな、それは無理やな。たたたた。全然ゆい予期せに嫌な顔してないよ。視力どのぐらい、めっちゃ悪くなった。なんかね、ちっちゃい画面ばっか見とるからね、めっちゃ悪くなった。もともと 1.5 やったのに、多分今1もないと思う。ゆい、じゃじゃんじゃら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 ん。
特別な水使ってません。じゃじゃん。てかもうゆいのさ、お料理配信終わったよ今日のお料理配信はこれなのでイエスさ、これなので終わったよ。ゆいのお料理配信終わっちゃった。じゃあこのリンゴでも剥いとこうかな。おりゃーしょ、うーパッパカパーン、リンゴちゃん、むけちゃちゃ、こんにちは。おりゃーおーこえーユイも怖え。ジジ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 ジ。なんかさ、もう一回ぶち込みたいよねこれ。借金いいよ。座ったままじゃ全然力入らん。すごい音硬そうな音一人やろ。全然硬くないで。座ったままだから。リンゴ食べちゃった。こんにちは。うんふん。うん。うん。いいよ。リンゴウサギにしてください。ラジャー。全然いいよ。うさぎにしまっせー、リンゴをうさぎにしまっせー、とりゃうさぎー、ちょ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 。お料理配信は今日は小松菜とリンゴとバナナを切って中にぶち込んで水入れてジャーってして終わり終わったよ。リンゴ、リンゴのウサギ超絶パッ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 パーパッパラパーパッパのパーで終わった、うん、うんうんうん。リンゴを元に戻してください。じゃじゃーん、戻ったよーうんふんふんふん、うんうんうん、これ料理やで、包丁使ってるからお料理だよやっほー、さやちゃん、テロンテロンさん、音楽大好きさん、うん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 、ジューサー様頑張りましたよ、うん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 。じゃんけん大会の販売開始してね、マドンナ応援応募したよって、よっとよっと。これめっちゃ美味しいよ。ほぼリンゴの味だから美味しいよ。バナナとリンゴと小松菜だから全然美味しいよ。普通にバナナとリンゴジュースの味、小松菜の味しやんよ。色だけ、小松菜は健康やから入れとるだけって感じで、ゆいは余ったリンゴを食べるというね。これでもできるかな。できた。ちびっこ、ちびっこうさぎとでかっこうさぎ、ちびとでかのうさぎ、どう？ふん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 。お昼休憩中、今日じゃない、今見て、でかいのとでかっこうさぎとちびっこうさぎ、じゃじゃーん、超可愛くないこのちっこいの、じゅんじゅんじゅん、おー、あら可愛い、キャワタン、ちびっこ食べる？この大きさの差すごくない？リンゴほら、ちびっことでかっこ。
高いな。なんかリンゴでアートとかできやんのかな。さあこれをどうやって切るかっていう問題よね。よ、うわうわちぎれるちぎれる、うわよっしゃー、見てすごくない、ほらハンコみたい、見て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 、すごくない、すごくない、すごくない、ほら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 、三角の中切り抜いてやったぜ、すごくない。ちょっとアートできやんかな、なんかいろんないろんなね、何にしよう次、なんかしましまとかできやんのかな、いいよ、しましまくんできないかしら。ちょっと待ってな、今からゆいは細かい作業をするので無駄にゆいこういうことめっちゃ好きなんやね。よいしょ、あーこれは果物包丁じゃないとやりにくいね。今リンゴの皮をね切って、ちょっといろんな形に挑戦中。おお細かい、超細かいよ。チャンネル変えないでください、チャンネルはそのままで、チャンネルはそのままでお願いします。もうここ切ったら終わりだから、待ってね待ってね待ってね。ゆいね、ちっちゃい子のお弁当とか作りたい。できたー、見てー、すごくない、ほら見て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 、ほら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 、すごくない。ディディンディ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 ン、じゃじゃん、これでかうさぎ、めっちゃちっちゃいんよこれ、超ちっちゃい。こっちはめっちゃでかい。これが普通サイズ。これめっちゃちっちゃいよ。ちっちゃいからめっちゃやりにくいの。おほほー。怖い？じゃあ包丁がでかいからな。ほら。食器。リンゴアートー。ジジン。あとは？あとはあとは？あとはあとは何する、ジョ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 ン、リンゴ作ってみよう、リンゴ、ディリディリディリ、このね切った皮をね食べたい、ゆいはめっちゃ細かい皮が星、了解、じゃあ星絶対無理よこれ、一個一個ちっちゃいからさ。他何、パン、パン難しいな、星か、星ね星ね星、みのりんさん星投げありがとう。星ってどんなん、星ってどんなん、型抜きしてない、ハートはいける気がする、じゃあハートにするね。ハートでもさ丸があるやろ、ハートって包丁で後を入れやんとあかんからハートが難しいんだな、でえぐいよね、ちょっと待ってよ待ってよ、あハート意外と難しいよ。ちょっと角をうまいこと使って、お、これでいいんじゃない、いいよ、これが取れるかの問題よね、うまいこと皮が、チッチリン、
ティティリン、ティティリン、クローバーか。クローバーな、STU。いや、ガタガタになるわ、ハートはちょっと。見て。ガタガタになったけどできた。ガタガタになったけどできたよ。どう？ガタガタになったけど。ハート。ちょっとガタガタ。包丁では難しいわ、めっちゃ。めっちゃ難しい。よし、STU ってやろうか。できるかな？S ってどっち？あれ？ S こっちか。めっちゃむずいな、S とか。ローマ字とかできるん、その前に。無理な気がしてきたよ。むずい！むずいむずい。むずいですね。やめましょう。むずいです。ギブ。むずぴょん、むずぴょん。ってことで、うさぎにしとこう。うさぎにしときますね。全部うさぎでいいや。うさぎ。みみみや。みうみう。全部うさぎにしちゃえ。すごいいびつなうさぎになったこれ。やめとこ。ででん。ってことでできたのがハートと、ででん、こんなのができた。シャキン、リンゴアート。チャカ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 チャーン。ティリティリーン。じゃあそろそろよいもは終わろうかな。ちょっとスムージーというお料理もしたということで、シンボリワンダーさん、ハートありがとう。ではでは、リンゴを食べる。いた、いた。ぽい。うんうんうん、ぽい。ぽいぽい。ぽぽいのぽい。ぽい。ぽい。ぽいぽい。ぽい。ずしく、あ、お手だ。じゃじゃんじゃじゃん。蓋をしまして、いざ、うるさいよ。オッケー、終了。パカ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 。悪魔。追加、いや、手についたぜ。みんなのジュース、みんなの、みんなのジュースができたよ。終了、完売です。今日のジュースは完売です。パカパン。飲むかい、このジュースを。みんな飲むかい。リンゴもあるぞ。ディディーン。今ならなんと無料です。ひひひひひひひ。飲みますか、このジュース。いらないです。ウケる。ユイモをください。みんなにはじゃあ小松菜の根元をあげるよ。はい。小松菜の根元あげる。どうぞ。はーい、どうぞ。2個あるよ。はいはい、どうぞ。リンゴのヘタの部分もありますよ。はーい。ウケる。じゃじゃん。味変わったかな。
うん、リンゴだリンゴだ。おいしい。小松菜の根っこ根元いるおいしいね。めちゃめちゃおいしい。多分今まで作ったやつで一番おいしい気がする。これは超がつくぐらい素晴らしいぐらいおいしいでございます。あーんって食べる、食べるというより飲むか。うん、いいこと思いついた。どうやってしたらできるかな。ここか、ここをちょっと今工作を思いついた、工作を思いついた。ほら見て、リンゴ、リンゴ刺した。工作を思いついた。ここめっちゃ切り込み入れて、これカポって、ほら、どう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 、カクテルっぽいやろ、ほらほらほらこれなんかレモンとかもよくしてあるよな。どう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 、いい感じに刺さっとるよ。でこのリンゴをここにつけて食べません。みんな食べ物で遊ばないでください。うさぎの耳プチ何かが合わない。半分になっちゃった。パッキボトンなかなかエグかった？ソーリー、このさ、ちっちゃいのも刺せるかね。めっちゃちっちゃいのをさ、あ、ちぎれるちぎれる、できたできたできた。ほら、ちっこいリンゴ、パダーン。よし、そろそろゆいも終わろうどんだけ気まぐれなんやって、ほんとにな。見てー、かわいい。ではそろそろ終わりますみんなもそろそろもうお昼休憩終わりの時間よね。じゃあ午後もお仕事みんな頑張ってね。よし、じゃあ13位からパンパンパンっていくよ。キリさん、シンさん、大仏丸さん、奈良西さん、どどん、ビッグウェーブさん、朝食こそばこそはパンさん、ルックさん、ビバちゃん、太郎ちゃん、マルチピー、ヒロプ1、おともさん、ありがとうございます。ありがとう。ではではコメント欄にコメントをパパパパパパってお願いします。読んでいきますよ。ででん、カズリン流星さん、ポテチトラさん、クマポン、ヤマピーさん、コリック星人、キリさん、リオさん、テッシーさん、マトさん、ノラネクイヌさん、シンちゃん、トモさん、シンブリワンダーさん、ミカンさん、フェザースターさん、ダダン、タロウちゃん、トアさんお仕事頑張ってね。リアスさん、イッチヤスさん、宮本さん、もっちゃん、ユルスさん、ミノリンさん、ヤスさん、カツ兄さん、でで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 で、宮本さん、年中クリスマスケーキ食べ太郎さん、あ、いいな、ティ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 、カップ、ほダメだ、トシヤさん、ブタドンマンさん、ペロペロさん、では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 、マー君、
ティ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 。マシンさんやったよな。チョウさん、ダイスーさん、ヨキジー、ヤマピー、ヤスさん、ザキヤマさん。ではみんな、午後からもお仕事頑張ってね。ありがとう、こんな変な、今日ちょっとテンションが変な感じのめちゃくちゃなお昼配信になりましたが、ちょっとこの野菜ジュースはぜひまたみんな作ってみてね。リンゴと小松菜とバナナです。めっちゃ美味しいから。おやすみの人、おやすみ。ではでは、みんな来てくれてありがとう。じゃあね、バイバイバイ。また来てね。お仕事頑張ってね。